再生ありがとうございます。おめペンでございます。今回は、PC の、フリゲーの、エフレメイというね、ホラーゲーをやっていきたいと思います。こちらね、プレイ時間おそらく、10分前後というふうに聞いております。こちらね、私、ホラーゲーをね、あまり、まあ実況ではね、こう3本ぐらい、まあ一応フリゲー、バイオセブンみたいな感じになってるんですけど、ちょっと、まあそちらはまたね、ぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、ホラゲーあまり得意ではないので、ちょっと勧められたのでちょっとやってみるんですけど、叫んだらごめんなさい。というわけで、エフレメ、フリゲーやっていきたいと思います。怖い。エンターとね、移動ぐらいしかしないみたいなお話を聞いております。巷で有名なお化け屋敷、エフレメ。うん。歩いてる。歩いてるよ。あ、決定ね。なんでもこのお化け屋敷では作り物のお化けに混じって本物の幽霊が出るらしく、なんと今もこのお化け屋敷の中をゆら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 と徘徊しているのだそうです。ああさわさわするんじゃない。あ今回部屋真っ暗でイヤホンでやっております。移動シフトエスケープでメニューね。オッケーというわけで、この真っ黒なキャラかな、いきたいと思います。なるべくね、怖くないようにしていきたいなと思っております。ガンガン行こう。うるさい音がでっかいな。おい。特にエンターしてもない。エンターしても何もない。こういうとこ読めたりもしない。いや。来るんじゃない。足音も大きいね、自分の足の。おい、来るなよ。あ、鎧の騎士がいます。あ、聞こえる。なんか何これ、行かせて。怖い。なんだよ。あ、見たな。はい、見てます。進みましょう。さあ進もう。静かになった。やめろ。いやじゃないんだよ。いやーじゃないんだよ。こいつらは何もしてこないのか。このフードかぶった人。バカ。超来るよー。もう笑いながら笑ってる人とわーっていう人が二人。うわー、もうなんで先行くかな。うわーバカー、なんでその一歩が私を怖くするんだよ。なんだ、顔なしか。やめろ。何これ。何、赤い。あ、何、奥に進むの。あ、なんかいる。怖い。怖そうな何かがいる。あ、来る。違う、私が言ってるか。なんもない。こらやめないか、そういうの。時間冷める時間さ。なんだ、泣いてる。お嬢さん、どうしましたか。お嬢、あ、すっごいゾクッとした。助けて。ここ入んの。開かないんですか。残念でしたね。開くじゃないか。なんもない。行くよ。血だらけのやつとマミー、何もしてこない。あれ、
耳壊れちゃうよ。あ、お二人さん、酒に入ったんですか？追いついちゃいましたね。酒行きますね。邪魔したらは、なんか真ん中だけなんか色違うな。あ、彼女置いてくんだって。あ、やめってバカ。押すなよ。あ、もう。どんな声だよ。声なのか？そう、それも。この絵、たまになんかあの、怖いね。ジン。あ、ちゃい！もう、勝手に開くんじゃないよ。親切設計。ん？チキチキ言ってる。チキチキ言ってる。笑ってる。どういうこと？どういうこと？何？なんかいるの？なんかいるの？チキチキ言ってるよ。チャプチャプ。チキチキチャプチャプランランランしてる。おいしい？おいしい？どこどう行くこれ。鏡。すっげえチャプチャプランランランしてる。あっぐらい。あ、動けない動けない。動ける。助けて。はあ。助けて。怖い。あ、どうも。え？めっちゃバタバタしてる。めっちゃバタバタする。めっちゃ焦るで、こう来るとね。めっちゃいる、泣いてるけど。なになに？あ、なんか映った。だいばっかばりーん。あ？あ。いやー、もう自分のこれ、ほふく前進の音？超ずさ、ドドド。すげえ、やれちぇーやー。どんなワープスポットだよ。こっち？助けるよ。この私が。助け、おっと、誰かいた。助けてあげるよ。待ってて。今行くから。助けてあげるよ。あちぇー、そう。助ける道すがら。行くよ。待ってて。私が。助けてあげるから。待っててー。あれーおめこらー。おい。壁を破るんじゃない。あ、止まった。見送ってくれた。どうも。あ、色変わった。ん？あ、ちゃ、なんだ、それ、地味。地味！おー、岩ドンとか。あ、ピアノだ。このね、私はもうピアノ何も弾けないから、猫踏んじゃったですら怪しい。弾かないよね。ん？通れないね。よし。なんもない？この岩とかなんもない？なんもなさそう。たっ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 た。お。これ、え、ちゃあちゃあちゃあ、くるくる。すーごいくるくるしてる。え？え？え？あ、静かになった。ゴールかな？ん？あれ？主人公？作り物のお化けに混じった本物の幽霊は、死んでからずっとお化け屋敷から出られずに、ゆらゆら、ゆらゆらと屋敷の中を徘徊しているのだそうです。ガチャ。音がすごい。開けて、開けて、超開けてるよ。歩いてる。すごい立体音響だよ。左が。はい。めっちゃトントンしてる。ああ、もっと丁寧にしろ。あれか？これまでのお化け屋敷の仕組みを全部、切れ、じゃあ！やめろよ。あ、終わったっぽい。これもしかしてあれかな？自分が実は徘徊してる幽霊でしたっていうあれ？最初から最後まで行ってさ、最後ゴールしないとかさ、そんな感じ？まさか？ってわけで、これスタッフロールだよね。クリアってことでよろしいんですかね。というわけで、エフレメ、クリアいたしました。時間はどのくらいなんでしょうか？ちょっと時間とか出ないのかな？出ないよね。ちょっと後でね、きっとね、YouTube ですから、録画時間で、あ、記録を取りますか？
はい、ではまずあなたのお名前を教えてください。あ、Your name。 ね、ひらがなで、ひらがなで、べ、うん、変換。歌がすごい。オンペンさんでよろしいですか。はい、オンペンさんのご年齢を教えてください。あ、99歳。オンペンさんは男性ですか、それとも女性ですか。男性です。それでは好きな場所に記録をしてください。1、99歳クレアタイム9分14秒。ヘタレド1、ヘタレド1。嬉しいね、ガンガンいったからね。というわけで9分14秒でクリアできました。ぜひね、皆さんも初見でどのくらいだったかを聞かせていただきたい。というわけでお疲れ様でした。次回は改装後のエフレメイ2にぜひお越しください。エフレメイ2があるんですね、まあ、こちらも、結構エフレメイ楽しかったので、ぜひやりたいなと思います。というわけで終わりかな。はい、エフレメイご視聴ありがとうございました。リクエストはね、そうですね、30分以内に終わるような、シンプルなゲームのフリゲーでしたら多分答えられるんじゃないかなと思います。ちょっとね、長すぎるとね、もうすぐ失踪してしまうので、そのシリーズからというわけで、シンプルにサクッとできるようなね、ゲームならぜひ教えていただきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をして他の動画も見てみてくださいね。高評価、コメントをお待ちしております。